どうしよう。こんばんは。こんばんは。公園？星だった。なんだ？絶対あいつの写真めっちゃしてくるよね。うん。1万人ぐらい来るよね。一瞬やめるだって優しい 一瞬やめるって言われた。鈴木さん、花束ありがとうございます。鈴木さん。髪型似合ってる？これ初めて知った。どうしたの？今変えた。どうしたの、その頭。なんでそういうこと言うの？なんかこうやって言うと髪ない人みたいじゃない？なんかそうでもないよ。めっちゃ短い人みたいな。三千の誘導がまだ見てない。映っていい？知らない。もう責任を持たない。あ、やっほー。うるさい。え、そんな椅子高くできるの？そうだよ。やりたい。T シャツ見せたいの。君の T シャツ見せたい。うん。映っていい？マネージャーさんっぽいからやった。発光してる？え、発光してる。本当に？いや、ダメなんだよ、発光して。ディスコイン頑張ってね。ありがとうございます。ありがとうございます。風邪ひいてるの？これ知らないの？知ってるよ。タフメンタル。これさ、ラメなんだね。本当だ。ノーさん、バラありがとうございます。クマ、君に決めただってありがとうございます。何しよう、私も質問コーナーにしよう。出ないよ、そういうの。で、まあ、雨ミキちゃん、こんばんは。質問コーナーだよ。大喜利してよ、じゃあ大喜利しようよ、二人で。やだ、絶対やだ。前髪作らない方が人気ってるって。あげてあげて。やだ。あげてあげて。やだやだ。前髪。おやちゃんの前髪は絶対動かないんだからね。動くよ。ほら。動かないじゃん。今日動くよ。見て、こんな動くもん。前髪は、私もない女の子の方が好き最近。あっても可愛い。ゆすゆすけさん、ありがとうございます。前髪あっても前髪ない人って絶対あったら可愛いじゃん。なくてもあっても可愛い。でも前髪がどう知らん。昨日そう、エグさんのアメーバブログに名前が出てました。びっくり、嬉しい。かまやんちゃんさん、だるまありがとうございます。うるさいんだけど。でもさ、これ2人で配信してみたいな感じだよね。ちょっとやめろ。なんで？えちゃん、怖いから。お、ディスコへまた行きたいなって。来てください、出るとき。何踊るの？え、ディスコへで何踊るの？こういうの？何する？いや、それじゃない。じゃない人です。ほんとゴッチさん、エスユスケさん、ハートありがとうございます。フライパンさん、バラありがとうございます。前髪あんま固めてない。今日はあんまり固めてないよね。ほらガチガチだわ。でもさっきより固まってない。ガチガチだよ。ほらやばくない？今日はサラサラ。レッスンどう？楽しかった。めっちゃ楽しかった。楽しかった、本当に楽しかった。タキシードさん、ハートありがとうございます。ムッシさん、アットアカホリックさん、ありがとうございます。あ、そう、ピオスさんはすごいです。あ、質問だった。質問コーナーだった。ちゃんと質問してくれた、嬉しい。前髪はどうやってしてますか？今日は失敗しました。でも自分でやると変だから、もう最近はね、メイクさんにやってもらってます。公演の時はアイアポーズなんてあるんですか？
なんで君へ配信しろよだって今終わったばっかです。もう喋んないから。本当に、うん、スマホの待ち受けアイにしましただって。ありがとうございます。やっぱいいですよね、推しメンをしますよね。岡本さんのキミちゃんの待ち受けは具材はキミちゃん岡本さんはチクコさん。本当だよ、見たことないの。モンスター飼ってないし。こんばんは。仲のいい先輩誰ですかって。え、仲いいって言っていいのか分かんないので、あんまりいないですね。キャベツ太郎さん誰？ナルピーさん。架空の先輩。ちょっと持ってて。また。え、そう、劇場公演実況もう緊張する、めっちゃ。やるの？私じゃない。今日は先輩がいないからのびのびですね。どういうこと？いつも先輩ショールームの時いないの？いません。ルピー、ルピー。ホルモン屋さん行ったことない。ホルモン嫌いだもん。知らんし。ホルモン食べた。先輩にあの順位とかないですから。今日のあこなさんブログ、あ見たわさっき。えどうしよう、あそうだ、やっぱ質問コーナーやめます。みんな夜ご飯食べた？私食べてない。食べてないです、これから食べます。あの質問コーナーやめて、今日のブログに何書いたらいいか教えてください。ことちゃんさんハートありがとうございます。ラーメンは何味が好き？塩。ナルピさんは豚骨でしたか？豚骨。7日の青春ガールズコイン外れた？へえ。また青春しようねって言うのするけど。また青春しよう。かわいい。青春ガールズは楽しいですよ。何がいいと思う？何がいいと思う？すいません、できる。名古屋弁についてわかんないな。名古屋弁ってあるの？エスコアのレッスンってしたことある？まあ、一回あるか。初見、ありがとうございます。いつから他の人とショールームできるようになりますか？わかりません。ジャータンさん、ハートありがとうございます。うわーうわーうわー、握手会の自慢された、いいな、いいな、今日握手会いいな、うん、何キミちゃん怖いって、何、何て言った？キミちゃん口悪すぎだって、何て言った？質問すんねん全然口悪くなくない？うん、フォローしてありがとうございます。泣いたのだって。え、いつだろう、何の話だろう、なんで泣いた？あー、あの日、あれはなんか説明難しすぎない？じゃあしません。でも前したんだよ、ちょっとだけ。ココナの話だけ、私の話はしてない。私本当にかわいそうすぎて無理。おかちゃんさん、たい焼き聞こえてるやつありがとうございます。いいよ、たい焼き、今日冷やしたい焼き食べたんですよ、めっちゃ美味しかった。やすゆうすけさん、ハートありがとうございます。4人での配信またして。4人での配信したことあるし、何？ああ、あれもやらないって言われた。うん、やりたい。いや、一回やったでしょ、うん、私一回もやってないの。やんないみたいです。おかちゃんさん、鯉のぼり2個ありがとうございます。質問コーナー やって、やったら質問してくれるの？
本ちゃんと藤本ちゃんが2トップだって。やったやった、私の推しメン冬ちゃん。きみちゃんのラジオ来て、11日だっけ。冬ちゃんも来るでしょ。うん、まあでも私あれ行かないといけないから、なんか栄ちんちこちん。何それ知ってる。7日くしゃみでさ、イエーイミヤタンさん、大判小判ありがとうございます。初めて見た大判小判。冷やしたやけママがくれた。いやそのズボン癖強くないし、見せてあげなよ。どこが、こ伸びる感じ、ここが癖強くないわ。ほらやばいよ。でめっちゃいいから買って買って。そう、エゴさんのブログにね、岡本さんのこと書いてあったんです、昨日。若ちゃんさん、バラありがとうございます。メール取ってますか。ありがとうございます。ありがとうございます。質問してくれるんですか。ありがとうございます。冷やしホルモン何それ。あ、ナヤンいる、ナヤンいる、ナヤン、なんだこのナヤン、来てナヤン、今からご飯行こう。初見ですけど誰ですか。あの岡本彩香と申します。 SK48 と旧飛研究生のあーやこと岡本彩香です。はいくしゃみに相づちだって。 MC の練習しようね。えそういうこと言わないでください。何が。女の子のファンにカメラ貸してと自分でシャッターを切る。なおさんイケメンでした、だって。そうなの。はあ、ラジクラ狙われたのかとか。こう髪の毛何さ、いいって。やった、後で説明するから。これの説明してあげるところで今何これの説明。なや、お腹いっぱいだって。何食べた。牛丼食べた。はじめまして、こんばんはに、だって。こんばんは、こんばんはに。こんばんは、阿部ちゃんさん、はじめまして。なやの配信待ってる。なや、いつからやるの。ね、え、アベンジャーズやるの、テレビで。怒ってない。あ、怒ったんださっきは怒ってた、時差時差。なんで。え、あの女子に怒った。はぁ、あ、つらい。はぁ、あ、やだ。つらいわ。ご飯つらい、はい、来て。つらい、つらい。あーね、一緒に配信できる日来るといいね。ね、本当にしたい。ちょっとお披露目ぐらいから行ってるよね、これ、うん、そうです、楽しみ。アベンジャーズ行こうよ、お願い。明日行こう、明日。見たくない。なんで。ケーキで一番大食いは。やろうと思ったらあーやとえなちゃんやしたがやめたって。なや、最近のおしめし見た。えなちゃんやってるね。やばいよね、あの美女。やばいよね、見た。初見です、ありがとうございます。何を。いやいや、うん、確かに。はじめまして、今何時。え、タイマーしてる。やった。パシフィコよ、今日パシフィコだったの。あ、今日のね、握手券持ってたんです。なんで。買ったから普通に。え、なんか暗くなっちゃった。会えない時間が愛を育てるって。じゃあいいや。いいこと言うじゃん。いいこと、すごいいいこと。アベンジャーズ、そう、3時間痛い。みっちゃん、大食いなのあれ。うん、でも細いよね、みっちゃん。あ、違う半径だって。え、3日連続なの。私3日前やらなかったっけ。4日前、昨日。昨日やった。なんや。9期で2番目に身長高い、だって。そうかな。
元気なダンスが好きだって。わーい、何変な口してくる。ショールーム1年連続、本当にすごい。しないよこれ。身長は青海さんと一緒。そう、一緒なんだよ。一緒なんだよ。何センチ？163。高橋君江さんのいいところを教えてくださいだって。なんて言ってほしい。ダンスが上手いところです。おお、かわいい。8日の公演って何？何公演？8日って何？8日って何？何？ペンゾーさん、ハートありがとうございます。鈴鹿のカズさん、本当ありがとうございます。サイドポニー、これサイドポニーって言うんですか、うん、ありがとうございます。初めて知った、多分これいいね、あの神様の感想言ったわ、何回も言ってる。まだ伸びてない。ママに怒られてないです。あ、S 公演だって。あ、めっちゃみんな S 公演って言ってくれる。悩みが変な山上送ってきた。自分じゃん、出るの。ん？出るじゃん。そうだよ。忘れたの。だから違う。青春ガールズか、いつか分かんなかった。ミュータンさん、ハートじゃない。何これ。バラありがとうございます。赤ちゃんさん、アイスありがとうございます。アイス食べたい。鈴鹿のカズさん。ねえ、ね、どうして喋りたい。恋のぼりありがとうございます。喋りたい気持ちが抑えられない。いいじゃん、ラジオあるじゃん、今度。違う、今。ウッチさん、ハートありがとうございます。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。なんや、なんや、なに、なになに、なんや、ギフト投げたいだって。なんやんの、じゃあ後で、今日なんやんショールームやるならもう壇上、壇上を目指すわ。あ、ママ帰ってきたって。よかった、ありがとうって言っといて。ありがとう。弟、弟が見てるの。え、すごい。お兄ちゃん見に来ない。何やスルーした？そう。鈴鹿のカズさん、ハートありがとうございます。重ねた入りたい。重ねましょう。緊張する、緊張する、めっちゃ緊張する。滑って触れていいのかな。ダメ？いいのかな。いいのかな。もう見れないの？見れるかな。見れない、見れない。え、見れる、見れる、見れる、見れないか。見れないから。いいのかな、これ。ちょっと君ちゃん判断で任せます。言いたくないって面白いじゃん。面白いけど。また行くって。え、私だったら言う。本当に？面白いじゃん。じゃあ、悩んの壇上狙う二人で。ナヤンが1位になったらいいよ、じゃん。ナヤンが壇上来たらいいよ。そう、マキコさんとミコトさんの実況なんです。重ねた足跡公演、ナヤン知ってる、みんな知ってる、キューキ全員知ってるもん。反省会で言ったもん。反省会で言われたの。誰かが言ったの、ごめんなさいって言った。S 公演、あ、当たったんですか、おめでとうございます。待ってます、楽しみです、頑張ります。埼玉のあーやいんさん、ありがとうございます。ハートだ、ハートありがとうございます。めっちゃ緊張する。なやいなくなった、いいよだって。なんだっけ、ニックネームどうやって決まったの、どうろ、なんか被んないようにしました、他の人と。日曜日の何公演、日曜日S公演あるんですか、他の、なんかそんなにあんま前に来ないんですよね。
フェス公演出ることも発表された日に知りました。この間めっちゃ緊張する。楽しみだけど。質問コーナー終わったの？なんか質問コーナーやっても質問来ないので、あの質問してください。エゴさんと昨日話した。クネーム他の候補なんだろう。日向でニックネームつけてたって。ニックネーム。ひなぴよ。なになに？尊い。ありがとうございます、チュッコ。SQ のダンスメドレーはきついですか？難しいです。好きなアイスは、最近は、だそうです。どのメンバーの踊り方が好き？ナルピーさん。古畑さん。赤堀さん？じゃあ赤堀さん。あ、田辺瑞希ちゃんです。あの本当は九期だと田辺瑞希ちゃん。ありがとうございます。あと7分だそうです。 S 公演で苦戦した曲は、今も苦戦してます、絶賛苦戦中。ランランさん大好きです。キドキも苦戦。ヒョウハコナさん面白いことあった？なかった。エスコインでやってみたいユニットは、愛しきナターシャです。わかりみがっけーよ。じゃあ一緒にやろう。今日のビールのつまみは何がいいと思う？ピザ。ピザ初見ありがとうございます。ナルピーさんのダンス好きなんです。目標。カメアンちゃんさん、バラありがとうございます。バラ、質問してくれたら質問コーナーじゃなくても答えますよ。マリンさん好き。何このジャンプ大好き。ダレンさんハートありがとうございます。え、ナタシと似合いそうだって。やった。チーム演奏楽しいです。古畑さんも私推しじゃないです。あの推しではないんです。推しじゃないんですね。なんだこれ。風呂敷ありがとうございます。なんだこれは。なったなんだこれは。なんだこれ。なにこれ。馬、なに馬って、何、初めて見た。ありがとうございます。あれもか、そうですね、あれもかわいい。ジェリービー、梅たんさん、だるまありがとうございます。リュウハさんと話したことない。あ、あるか。キミちゃんが仲良しです。ショールームやったことはあります。好きな衣装は、着たことあるのだったらあれです、ピンクのやつ。違う。あの、なんていうの、6期生さんがアップカミングクエンの最初にできてたやつです。あれが可愛いと思う。違うわ。いや、アップカミングだって。松村部のさ、ちかこさん。え、推しって何？私別にあのオタクじゃないんで推しはいないですね。あ、でもおるーさんはおすすめ。なんか私の中での完璧アイドル、おるーさん、ザ・アイドルみたいな。チーム総社の呼び方、あれただのニックネームです。馬のモノマネやる予定ありますかってないです。天使こっちに出るならキミちゃんと。誠できたやつ多分違うかもしれない。
あのこの間ラグーナできた。うん、わかる。日本海もしてるのじゃないですね。ちかこさんは全部です。憧れと尊敬と好き。この世界は雪の中に埋もれる前に大好き。オタクじゃないですよ、私アイドルなんで。やっぱ俺かな。え、私オタクじゃないですよね、アイドルですよ。知らなかったんですか。あの、あ、そうそうそう、これです。私実は SK48 に合格したんですよ。なのでオタクじゃないんです。これめっちゃ黄色い。これです。画面黄色いの。今あと何分？なんか目悪くなっちゃう。2分、あと2分、早い。あれだって、何、こんにちは。3000人超えた、ありがとうございます。ね、なんでそのさ、初めてこうたってるっけ。ん、保険です。え、保険本当に見たことある。よし、順位読みます。あとで悩んのショールーム行こう。悩んの変な写真いっぱい見せてくる。13位、毎日眠い人さん、ありがとうございます。寝なよって言ってる。これ古畑さんのアバター。12位、なんて読むんだ、ギャムさん、ギャンさん、かっこユダちゃん誕生日おめでとうさん、おめでとうございます、ありがとうございます。11位、埼玉のあーヤインさんでした、ありがとうございます。ありがとうございます。梅丹さん10位、無音無音、ありがとうございます。さっき梅食べたって。10位、ありがとうございます。9位、ベンゾーさん、ありがとうございます。8位、コトちゃん、コトちゃん、なに、コトちゃんさん、ありがとうございます。7位、かまやんちゃんさん、ありがとうございます。6位、ダンちゃんさん、ありがとうございます。どうぞ。5位、くまねパパさん、ありがとうございます。4位、のーかっこあーやが一番かわいい。本当ですか。ももちゃんのね、ファンの人、ありがとうございます。ももちゃんまだ起きてるぞ。3位、イエスユースケさん、ありがとうございます。2位、すずかのかず星さん、ありがとうございます。公演待ってます。私明日ショールームできるかな。あ、部屋片付いてからできます。1位、おかちゃんさん、ありがとうございます。おかちゃんさん、ありがとうございます。サンキュー。またね、なん、これ、なんでこれ名前がない。中堀さんとの写メメールで送ってだって。送ります。あ、さっき今撮った、今撮ったわ。初見、本当に初見じゃないと思うんだけど。あ、30分だったって。やめます。はい、じゃあブログを今日急いで書くので見てください。ありがとうございます。ありがとうございました。またね、バイバーイ。え、ブログの写真どうしよう。声喋っちゃダメじゃないけど、ごめんなさい。バイバーイ。